はい、日々の先生です。ドロシックドライブやってます。今日はですね、YZ サーキット来てます。はい。今日は、動画内容はですね、はい、塚本レヴィンがパワーアップしました。はい。小泉商会さんからですね、引き上げてきて、はい、YZ を持ってまいりました。はい。で、一応予定で言うと、180馬力。はい、出ました。で、僕のね、神風号から、アディレのクロスミッション、あれが壊れて、で、小泉商会で直してもらって、で、それをこっちに積みました。はい。で、ファイナルも、もともと 4.78 っていうのを使ったんですけど、それを 4.3 に変えて、もう本当に日光で大会に出る仕様に仕上がりました。はい。なので、それをですね、塚本七海選手が乗る前に、私、日比野哲也がですね、この車をチェックしたいと思います。どんなに馬力上がったのか楽しみです。はい。走らせる前にですね、一回車のチェック、おさらいしてみましょうか。はい。行きましょう。はい。このようなエンジンルームになってます。パッと見、ピンクのカバーがすごく印象的です。すごくね、綺麗にね、消し落とすをしてもらって、はい、仕上がりました。で、もちろんね、CR、あれが、うまい動画撮ったね、オーバーホールしたやつ。はい。で、今回タコ足がですね、これね、45π からの41の 60π かな。はい。ちょっとね、太いらしいです。太すぎって言ってたかな。だから、一応予想馬力が180なんですけど、42.いくつっていうのがいいっていうふうにアドバイスもらったんで、ちょっと探してみたいと思います。はい。で、まあ一応ね、そのエンジンを新しくしたということで、今までオイルクーラーついてなかったんですね。で今回はオイルクーラーを、はい、つけました。はい。こんな感じですかね。で、あと、燃料系の、ポンプ燃料ポンプをですね、純正を使ってたんですけど、まあね、現場でね、なんかトラブル嫌なんで、今、レンジポンプっていうものにね、交換しました。なので、ここにあったレギュレーター、燃料レギュレーターがなくなりました。かな？エンジンルーム。うん。すっきり。です。はい。実はですね、オレンジプランニング足回り、はい、僕と同じの神風号と同じものを取り付けしました。はい、このローアームもオレンジプランニング製、ナックルはタイプ R、 はい、なのでかなり切れるはずです。はい、今はね、これね、柴田アイアンね、380使ってるんですけど、本番はどうかな、もう少し180とかいっちゃうかな、うん、そんな感じかな。今日はもう380、はい、380です。はい、で今日はこれで走らせたいと思います。行ってきましょう。はい。塚本七海号ですね。はい。で、180馬力になっただろうエンジンですね。はい。それに、ダディレのクロスミッションのファイナルが 4.3 っていう感じで、はい。YZ の本コース、YZ 東コース、行ってみたいと思います。はい。足回りも、オレプラのロアムで、タイプ R のナックル、はい、変わってるんで、すごく楽しみです。リアタイヤは、芝タイヤの380、はい、エア2キロ、2キロからスタートします。行きましょう。Thank you.
次は育てすぎてほしいんだよね。フロントの設置感がちょっと緩い感じ。全部おすすめセッティングにしたんですけど、やっぱりね乗りやすいね。まあちょっとねアレメントしっかり機械に合わせてやってないんで、ね、センターちょっとずれてるんですけど、まあ全然走りに影響なんもなくて乗りやすいし、まあとにかく角度ついて走れるようになったから、思いっきり飛び込めるね。だから日光も進入角度つけて入れると思うんで、本番、いい発力、ドルフトチャンピオンズカップ、まあ、4A クラスで32台走るみたいなんで、まあ、本当に上から5人ぐらいでね、予選通過してもらって、水素もね、いいところ、行ってもらいたいと思いますね。車は仕上がりました。あとは、本人がどれだけ、ありがとうございました。すごい楽しみです。期待しましょう。はい。もうね、塚本レビン、もうかなりいい仕上がり具合なんで、あとはまあちょっとしたことから徐々にもっと乗りやすくするっていうね、それを今考えてみると。で、まあ、どうだろう。フロントタイヤがね、今、165/5515っていうね、タイヤサイズで走ってるんですけど、車速が上がってくると、どうしてもこうね、フロントのグリップ感が薄い感じがしてて、だから今、変えました。ちょっとタイヤの外径小さくなるんだけど、195/4514、変えました。で、それが芝タイヤの180番っていうもので、今、走ってみたいと思います。とりあえず初めてのことなんでどうなるかわかんないですけど行ってみたいと思います。車高もだいぶ下がっちゃったんだよね。外径的に30ミリぐらい違うから、車高は10ミリぐらい、10ミリ以上下がっちゃったかな。
ハンドル切ってからのこの車の動きがとっても速いね。はい、1周目から行ってみたいと思います。80番を使ってみた感想ですが、いいね。いや、とってもいいな。まあ、今回ね、ドライ路面で、16555515っていうサイズからの、変更だったんですけど、とってもね、ハンドルレスポンスが良くなりました。はい、絶対的なグリップも上がってますね。はい、まあ外径が30ミリぐらいちょっと、ね、小さくなってるから、もう車高も15ミリ程度、下がってて、ちょっと前荷重になってるって部分も、まあ多少あるのかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ何しろそのハンドルに対しての車のこう、動きがすごく速くなって、向きの変わりも速くなったんで、すごく自分では、乗りやすい状態に、なりました。はい。だから、塚本さんが、ね、こっちの方がいいよって言うんであれば、まあ、こっち方向で、まあ、車高をちょっとバランス取ったりとか、してもいいのかなっていう感じですね。ドライでこんだけ変わるってことは、ウェットでも相当変わるんじゃないかなっていうふうに思うんで、はい。ちょっと、ダイヤサイズの変更っていうのも、本番までにちょっとこう、準備したいなと思います。はい。テストしてみてよかったです。
はい、今日の IZ のテストは終了です。はい、一日お疲れ様でした。今回はね、本当にね、いろいろ確認取れました。180馬力のエンジンはとってもいいで、あとはオーバーホールしたミッションめちゃめちゃ調子がいいね。で、あとね、その今まで使ってたフロントタイヤのグリップっていうのと、まあ、新しくその195の4514っていうね、この芝タイヤなんですけど、やっぱりね、全然ね、グリップ違いました。はい、で、今までと一緒のように走ろうと思ったら別に走れるんですけど、それよりも、もう本当にもうあの車をもっと素早く動かそうと思えば、まあ、こっちのタイヤの方がすごく良かったです。はい、で、日光の全国大会は最終コーナーがね、こうちょっとね、こう S 字があったりとかするんで、ひょっとすると14インチの方が調子がいいかもしれないです。はい、ちょっとね、自分がね、あの当日行けないんでちょっと分かんないですけど、まあ、あのいつも通りのタイヤとこの14インチ両方ちょっと持って行って、で、まあ、土曜日に、ね、多分練習があると思うんで、その時に一回、まあ、両方とも試してもらって、いい方をこう使ってもらおうかなっていう感じでいきたいと思います。はい、まあね、日光本番前にもう一度 YZ でチェック走行、自分と塚本で切って、で、自分の神風号と、まあ、これでね、まあ、追走みたいなちょっと練習をして、まあ本当にあのね、日光ではないんですけど、日光の侵入みたいにこう、ね、スパンとね、1コーナー入れるようなトレーニングしてから、塚本さんは日光の全国大会走ると思います。はい、期待してますんで、はい、頑張ってください、頼むよはい、今日は以上です。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。バイバイ。